やっと就職決まったよ。よかったじゃん。でも勤務先が全然馴染みのない場所でさ、一人暮らしもしなきゃだし、何かと心細くて。だったらあれ入っとけば、日本全国にあってもしもの時頼りになるらしいよ。ほら、あの青い封筒の。それ都道府県民共済です。地域に根ざした共済として全国で暮らしの安心を支えています。都道府県民共済グループ。この時間はズームアップ。毎週月曜日は政治です。ジャーナリストの鈴木哲夫さんです。鈴木さん、おはようございます。はい、おはようございます。先週、まあ、各紙いろいろ報じておりましたけども、岸田総理がこの今国会内での、はい、まあ、いわゆるこう解散は見送りっていうような報道がありましたね。はいはい、これ、まあ、見送りっていうのは、じゃあ誰がそのいわゆるそういうふうに喋ってるのかっていうことになるわけですよね。はい、で、まあ、新聞各紙が、いや、誰に聞いたよとはもちろん言わないので、あれなんですが、まあ、結構多くはですね、つまり解散を、するべきではない、もしくは、岸田さんに解散させたくない、そういう、やっぱり意見の人たちの、いわゆる、が喋ってる、そういう報道になってると思うんですね。うん、だから岸田さん自身がそのやりませんよと言ってるんではなくて、させたくない人たちがやっぱりそういう話をしてるということなんですよね。で、まあ、実はそのちょっと象徴的な話がいくつかやっぱり取材 で入ってきましたね。はい、例えばね、自民党の、まあ、岸田さんを支えてきたというか、まあ、幹部大物クラスでいうと、まさに福岡の麻生太郎さん、はい副総裁ですけど、麻生さんなんかはやっぱり解散すべきじゃないと、させたくないと思ってるわけですよね。はい、それから幹事長の茂木さん、はい、茂木幹事長あたりも今解散すべきではないと、いう、じゃあ岸田さんはどうなのかっていうと、はい、まあ僕が取材をしている限り、確かに今解散すると厳しい状況ではあるんですよね。だけれどもどっかでまだやっぱり解散というのは頭の中にあるんではないかと。つまり可能性はゼロではないという表現でいいと思うんですが、そんな感じで、だから解散をどっかでまだ考えている岸田さんと、させたくないという人たちのせめぎ合いみたいなね、そんな状況だと思うんですね。それで麻生さん茂木さんが解散したくないっていうところは、やっぱりまあ議席、今やっても議席を減らすだけだっていう見方だと思うんですけど、その通りです、その通りです。で、一方で岸田さんが解散したいとすると、それはどういう理由になるんですかね。これはね、いや、もうはっきり言うと、二つに一つという話で、岸田さんがもしね、これだけやっぱりもう評判も悪いし、支持率も低いし、岸田さんの顔ではもう選挙できないなんていう声が地方組織からも出てきましたよね。で、こういう中でもう、よし、じゃあ、自分はもう一期三年で総理、つまり9月が任期ですから、それでも辞めるんだと、もう辞めると、一期三年で、はい、という決断をするのか、もしくは、もう一回やりたいと、ね、政策なんか聞いてるとまだ意欲的ですよね。経済だってまた新しくこれをやる、あれをやるなんての出てきてますよね。だから、もう一回やるというのであれば、もうね、総裁選では勝てませんよ。厳しいです。だって、今度9月の総裁選はこれ地方票なんかも全部入ってきますしね。そうですね。もう岸田さんの顔じゃ選挙もやれないという、こういう状況の中でなかなか、やっぱり勝つのは簡単ではない、厳しいんですよね。そうなると岸田さんとしてはもう一回総理をやろうと思えば、今自分の手で解散をして、はい、自民と公明、つまり今の政権、自公で過半数をやっぱ取ると、はい、で、それによってほら国民には今の政権が支持されたことになりますから、だからそれでもうそうで選挙でそこ自公で過半数取ればね、次の総裁選でみんなもう下ろすわけにはいかないじゃないですか。そうですね。選挙で信任されたんだから。はい。
だからもう解散して自公で過半数取るしかもう道がないと、こういう状況だと思うんですよね。なるほど。だから、うん、再選を目指すんであれば、もう自分の手で解散をして勝つと。で、実はでもさっき言った、このさせたくないという人たちとのせめぎ合いで言うとね、はい、まさに麻生さんが、これ岸田さんにね、先週かな、会ってるんですよね。はい。で、そこでね、これはまあ、周辺のちょっと取材なんですが、麻生さんは、岸田さんにもう解散するなと言ったと。今解散してももうもちろん勝てないからね、解散は絶対するなよと。その代わり、その総裁選で、自分が支持をしてやるからと。はあ、ね、総裁選勝たせるからと。はい。だから、もうとにかく、もう一回総裁選で勝てるようにするから、今は解散するな、と。はあ。いうふうに言ったっていうんですね。しかもさらに知恵をつけたのが、国会が終わったらね、解散しないで、内閣改造、人事をやれと。はあ、はあ、で、そこで人事で、総裁選用の人事、つまりどういうことかっていうと、その敵を全部取り込んじゃえと。わかりやすいのは、例えば、石破さんあたりを幹事長にしろと。ね、わかります。そしたら、もう取り込めば、これ総裁選で出るわけいかないですから、ね。そうですね。うん、だからそういう敵を全部、その、ライバルとかそういうのを全部ね、取り込むような、そういう人事をやったらどうかみたいなことを、はあ、まあ、麻生さんが、言ったと。だから解散するなと。ね。なるほど。そういうことを言ったって話があったり、それから今度、茂木さん、幹事長のね、はい、茂木さんがね、ほら、政治資金規正法の、審議の日程が、ちょっと変わったでしょ、衆議院でこう、修正修正で、はい、はい、そうですね。日程が押したっていうかな、衆議院が。維新の会の、うんはい、案を入れたりとかですね。そうそう。はい、そうそう。これは実は茂木さんがね、はい、日程をずらす、してるんじゃないか。つまりどういうことかっていうと、もう国会をね、長々こう開いてると、例えば党首討論をやらなきゃいけないとか、はい、あと国会が長引いてると、その、政局になりやすいじゃないですか。はい、つまり国会が開いてるとそこでいろんな議論があったり、岸田さんが責められたりいろんなことがあって、岸田さんも、えい、じゃあ解散するぞみたいな可能性が出てくるわけですよ。だから、とにかく、国会を早く閉じたいと。だから、そういう意味では、その、もう日程的にもうギチギチにしてね、他のことがやれないようにして、そして国会をパンと終わらせるんだと。で、岸田さんがこう余計なことを言ったりやったり、はい、そんなことしなくていいようにね、はい、それで日程をこう、なんか、複雑にしてるなんていう話もあるんですよ。つまり、解散させないってことですよね。だからまあそういう動きがある中で、じゃあ、岸田さんがさっきも言ったようにどうするのかと、で、逆に言うとね、主戦論者っていうのかな、解散すべきだという人も中にはいるわけですよ、幹部の中にね。はい、で、その中のまあ一人、幹部の一人なんかは、今情勢調査をやってですね、もし自民公明で過半数取れるようないい数字であれば、まあいい数字って対象じゃなくてもいいんですよ、うん、あそこそこに過半数取ればいいわけだから、そうですね、はい、うん、そういう数字を見せながら、その岸田さんに最後、いや総理解散すべきですよと迫るんじゃないかという話もあったり、とにかくそんな状況です。だからこれ、まあ解散を決断する山っていうのはまず僕は2つあると思っていて、一つはね、やっぱり今度の国会の会期末なんですね。で、それなぜかというとね、野党が多分内閣不信任案出すんですよ。あ、そうでしょうね、はい。うん。だからそれに対抗して、えいやーと岸田さんがやるかもしれない。つまり、これが一つの山ですよね。はい、だから、判断の山が、まあ、国会会期末、これ20日過ぎですけども、今月の、に来るんじゃないか。で、もう一つは一回閉じるんだけど、閉じた後に、もう一回召集して、臨時国会召集して、いきなり解散みたいなね。その可能性もあるんです。だけど、日程的に言うともう総裁選が近いですから。そうですね、9月ですね。もう、8月の終わりとかもう9月近くなるともう解散なんかできないんですよ。そうですね。
うん、だってもう多分8月になったらね、うん、私総裁選出ます出ますってみんな手を挙げ出しますから。そうですね。うん。うん、そうなるとね、最後の解散のタイミングは8月4日投開票。ええ。うん、あたりがその最後、もう解散するとすれば、最後の、まあ、なんていうかな、山、判断の最後の山になるんじゃないかっていうね、うん、ふうに言われてるんですけれども。だから、まあ、そういう意味では岸田さんがどうするのか、はい、反対が多い中でね、まあ、その辺が日程的には山が2回ほどタイミングが来るのかなっていう、そんな感じだと思いますね。あ、なるほど、うん、でも高橋さんね、はい、これ最後に一言、僕ね、そのなんか権力維持の解散でもね、もうやっていいと思ってるんですよ。それはね、はい、国民がほら審判できるチャンスが来ますから。そうなんですよね。うんうん、今までもうそれがない中でザーッとやってきたし、このまま自民党がトップ変えてまたこのままっていうね、うん、ことでいいのかどうか含めてね、やっぱりここで一回あの有権者が判断するチャンスが来るわけだから。そうですね。まあどうぞじゃあ解散やってくださいっていう、なんかそういう考え方も僕は国民にとってはあるのかなとも思うんですよね。今こそ一票投じたいと思っている国民も多いとは思いますよね。多いでしょ、うん、はい、だから世論調査じゃなくて、うん、本当に投票でね、そういうことですね、審判できるっていうね、はい、うん、はい、わかりました。鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ズームアップ、ジャーナリストの鈴木哲夫さんでした。ここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです。 Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します。引き続きこの番組をお楽しみいただくには、ラジコ、アップルポッドキャスト、スポティファイ、アマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。